職業オタクまゆぴぴです。はい、ということで今日はイコラブのツアーファイナル有明アリーナにておしゃれオタクちゃんたちのファッションチェックを行ってきました。皆さんの参戦コーデの参考になるかもしれないので、ぜひ最後まで見てください。それではスタート。まゆぴぴ、どうもこんにちは。あのさっきちょっとお声掛けしたら、あ、まゆぴぴちゃんですかって、はい、見てくださってるんです。嬉しい。何で知ってくれたんですか？ TikTok で、はい、あ、そっちで、はい、めっちゃ嬉しい、はい、嬉しい、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しい。二人は今日はあのどういうお友達なんですか？オタク、オタクつながり、いや最高ですね。今日のあのファッションのポイントを一人ずつお伺いしたいんですけど、あのこれなんですよ。これがね、なんといっても可愛い斉藤キアナちゃん、そしてお一緒ですね、推し一緒、ゆおりちゃんですね、可愛い。ということでこれがね、もう今日のファッションの一番のアクセントになっていると思います。手作り、手作り、すごい可愛い。ミッフィーちゃんも好きなんですか？はい、可愛い。というわけで、あのじゃあこの後ね参戦だと思うんですけど、一緒に楽しみまーしょこー、イエーイ、ありがとう。こんにちは。こんにちは。お二人ともミリニョファンですか？はい。今日のファッションチェックをちょっと聞いてるんですけれども、ちょっとお洋服見せていただいてもいいですか？はい、あ、かわいい。どこのお洋服ですか？上がグレールで、うん、あ、そうなんだ、はい、めっちゃかわいい。こんなんあるんや。あります、かわいい、かわいい。下が、うん、綺麗、形どこですか？どこだろう、謎、謎。通販とか、いや、ちゃんと店舗の、店舗で買いました。そうなんや。ミリニャを好きになったきっかけは？もともとナータン推しだったんですけど。あ、そうなんですか。ミリニャータンで、うん、あ、ミリニャータンで、私魔法使いピアですね。素晴らしい。ここの肩が開いてるところとかめっちゃ可愛い。なんかミリニャ推しって感じがする。可愛い。じゃあこちらのお姉さんは、はい、はい、見ててください。あ、可愛い。これはどこのですか？フェザーのカーディガンで、うん、いいね、かわいい。リボンこの裏ちょっと忘れちゃった。ちょっと失念、失念。かわいい。でもミニスカート、パンツなんだ。足細いね。細い。ネイルもめっちゃ見せてくださいね。かわいい。これシーンです。あ、そうなんだ。かわいい。ネイルはしてますか？ノーネイル。ノーですね。でもリボン、なんか髪の毛のリボンが、これはシーンです。シーンやっぱ人気なんだ。なんか最初イコラブ好きになったけど推しが見つからなくて、で、ある日のミリニャのインスタの投稿で、うん、もうときめきすぎて好きになりました。可愛いですよ。インスタうまいもんね、めっちゃ、はい、ね。2人は大学生？はい、あー、そうなんだ。じゃあ大学のお友達ではなく、大学一緒なんですけど、うんうんうん、インスタでつない、出た、今時やん、めっちゃ。DM? なんか、メンバーで探してたんだよ。ミリニャの、あの、女子会のやつ。待って、私も行った、私たちも行きました。はい、行きました。行きませんかみたいな、ストーリーやってて、最高。それに私が反応しました。めっちゃいい。そうなんや。うちらもね、行ったよね。そう、あれ楽しかったよね。私もあれでミリニャやばいってなりました。はい。ね、ね。もしかしたら分かんないけど、ワンチャンミリニャ見てるかもしれない。ミリニャに、ミリニャに愛を。やばい。いや、絶対見てないから、見てるかもしれない。ワンチャンある、ワンチャンある。ミリニャ大好きで。超好きで。じゃあ、みんなで楽しみまーしょ。ちなみに、あの、私のチャンネルとか知ってます？知ってます。そしてアイドル企画知ってました、それ超可愛いなって。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。チェキ新規の方一人無料なんで、一回、はい、嬉しい、可愛い。ちょっと一回くるっと後ろ向いてもらってもいいですか？髪の毛がすごいんですよ。可愛いよね、リボンがついてて。これでもう推しメン大体想定できる。今日のファッションのなんかおそろだと思うんですけど、ポイントとかありますか？リボン、髪の毛、面から、はい、推しは、推しはキアラちゃんです。キアラちゃんで、ひとみちゃんですよね。かわいい。そして今回の T シャツになんかレースで合わせて、はい、このスカートはどこの？かわいい。どこのですか？シーンです。あ、グレー人気。あ、グレー、グレーじゃん。グレー、あ、こっちがグレーで、これがシーン。
そっかそっか、へえ、はい、やっぱいいよね、シーンとグレールで大体ね、もう揃っちゃう、うん、分かる。靴は2人とも黒の。黒で、かわいい。楽しみにしていることは何かありますか？今日は、うん、やっぱユニットシャッフル。ああそうだね、そうだ、それがいい、やっぱ毎回が楽しみ。確かに今日も楽しみ。ちなみにマヨピピチャンネルのことは見たことありますか？あります。ああ嬉しい嬉しいね、嬉しい。今のところみんな見てくれてる優しい世界。じゃあ現場楽しみます。シャコー、イエーイ、ありがとう。こんにちは。お二人がなんかすごい可愛らしいカップル、うん、カップルではないではない、やそうなんや。でもなんかちょっとチェックがね、あのおそろっぽくていいなと思って。いい感じ。はい、いい。あの二人の推しは誰ですか？キアラちゃん。キアラちゃんですよね。もうどっからどう見てもキアラちゃん可愛い。これ愛足りてないかもしれない。そして俺花ちゃん。あ、花ちゃんいいですよね。花ちゃんで最高。花ちゃんタオル、そしてキアラちゃんタオル。キアラちゃん、あのめちゃくちゃファッション可愛いんですけど、これって手作りですか？朝自作してきました。すごいすごい。自分でこうあの、はい、できる方なんですか？いやじゃなくて、ちょっとしかできないので頑張って推しのために、いい子すぎる。しかもツインテールやし、めっちゃ意識が高いでございます。でスカートはもともと持ってたなんかピンクの合わせて、可愛い。可愛い。ぽいぽい。しかも靴下までちゃんとね、なんか赤で若干ポイントに。素晴らしい。で靴はピンクでキアラちゃんっぽく。あ、そうです。最高ですね。二人はじゃあどういう友達なんですか？どこで出会ったんですか？あの高校の。あ、そうなんだ。先輩です。あ、先輩。キアラ先輩。キアラ先輩。キアラ先輩なんだ。そうなんだ。すごい素敵だね。ちなみにマユピピチャンネルは見たことあります？あります。嬉しい。結構見てます。たまに。すごい。あ、じゃあもう、うん、もうオタクの鏡だね。それでは現場楽しみまーす。ショコ。イエーイ、ありがとう。はい、ということで本日はイコラブちゃんのツアーファイナル、おしゃれオタクちゃんたちのファッションチェックを行っていきました。参考になるなだったり、またファッションチェックやってほしいと思った方はぜひグッドボタンやコメントで教えてください。この日私が着用していたディアメルティの T シャツはこの動画の概要欄から購入していただけますので、ぜひチェックしてみてください。インスタのフォローも待ってます。それでは皆さん、お仕事おつぴぴー。